みんなこんにちは。こんにちは、つーちゃんです。つーちゃんです。はい、今日はつーちゃんどこに行きますか？髪切りに行く。正解。もう3ヶ月ぐらい切ってないので前髪がね、大変なことになっています。はい、ゆのちゃんもいます。ゆのちゃん今ピザマンを食べております。皆さんも前髪が大変です、それ。もうこれ前向いてるだけでさ、もう前髪見えてるんだよ ね。前髪が邪魔でしょうがないので切りに行きましょう。それでは美容室へレッツゴー。見てない、前歯がない。はい、前髪長い。つむちゃんはまずシャンプーからやってもらってるよ。どうですか、力加減は大丈夫ですか？気持ちいいですか？もう慣れたもんだ。ちょっとくすぐったいよね。ゆのちゃんは前髪をカット中。前髪安くなった。もうちょっと切る。じゃあそれでちょっと軽く敷いてもらおうか。終わりました。すっきり。かわいい。おでこが。さあ、つむちゃんも髪を切ってもらうよ。二人とも前髪だけじゃなくて後ろの髪も少し整えてもらうよ。どんな風になったかな？いつものつーちゃんになった。見てみて。よく見えるやろ。短くなった。なんか髪の毛もなんかちょっとツルツルに見える。ツルツルに見える？綺麗ね。はい、ゆのちゃん、こんな感じになりました。どうですか？かわいい、かわいい、いい感じ。ちょっと短くなりました。この前髪を見た後にゆのちゃんの前髪は短いと言えるのでしょう。全然短くない。美容室の後はガチャガチャコーナーにやってきたよ。可愛いのは全部売り切れてるね。アーニャも売り切れ。残念。アーニャしたかった。うん、餃子マスコットフィギュア。あ、見て、ウィリアナギガンテさん。ゆのちゃんが選んだのはうさちゃんズソフビマスコット。中学生は意外なガチャガチャを選ぶんですね。あ、くまちゃんかな、うさちゃんかな。どっちでしょう。え、どれ、うさぎ。あ、いた。え、かわいい。かわいい。結構大きいね。みなちゃんも同じガチャガチャもう一回するんだって。え。またうさぎちゃん狙いだって。クマだ。ねえねえ、クマさんいらないんだって。かわいそう。つむちゃんがもらいました。かわいそうじゃん、クマが。クマもかわいいよね。うん。つむちゃんが選んだガチャガチャはパンドロボー。さあ、どのパンドロボーが出るでしょうか。わかんない。
漫画パンダ。お隠れみの術。待って。お隠れみの術。しかもドーナツ。かわいいね。ドーナツもついててよかったね。ドーナツかなこれ。ドーナツだよ。ねえねも2回回したからもう1回。ウミウシドラゴンマスコットフィギュア。あ、回った回った。なんでしょう。お。ちゃんが狙ってたウミウシではなかったけど惜しいのよ色が似てるけどこれじゃなかったんだよね。結構でっかいね。つむちゃんこの子が諦められなくてもう一回回してみたらなんと同じのだった。ちお気に入り登録がまだの人はポチッと押してね。